3月13日の運の軸通信をお送りしています。欧州はロシアとドナルド・トランプからの防衛を急げ、今日2日目ですね。元大統領がプーチンにアメリカの同盟国を攻撃するよう誘ったことは NATO に対する攻撃だ。最終的にそれはアメリカにとって悪いことだ。サウスカロライナ州カロライナ州で開催された Get Out the Vote集会で群衆を指さす元アメリカ大統領で2024年大統領選候補のドナルド・トランプ。 NATO は1949年の創設以来、加盟国の安全を守り、ヨーロッパにおける民主主義の普及を支えてきた。最近ではフィンランド、そして間もなくスウェーデンが加盟する。しかし第5条がなければ同盟の価値はほとんどない。疑念を投げかけるだけで抑止力は損なわれ、戦争のリスクは高まる。フリーライドする同盟国に苦言を呈した大統領はトランプ氏が初めてではない。しかし彼は民主的な同盟をマフィアのゆすりに変えようとしている。トランプ氏は同盟国に防衛費を数十億ドル増額させることに成功したと主張している。それよりもロシアからの脅威が迫ってきていることの方が大きい。国防費はトランプの時代より前から増え始め、その後も続いている。 2% の目標を達成した同盟国の数は2014年のわずか3カ国から昨年は11カ国に増加し、今年は31カ国中18カ国が目標を達成する予定だ。ということで、あれですね、 NATO の役割が第5条にあるわけですね。で、最近はフィンランドが加盟して、間もなくスウェーデンが加盟すると。でトランプはフリーライドする同盟国を非難していて、まあ、それを 2% 目標を達成するべきだということで、2014年は3カ国だったのが昨年は10カ国、そして今年は18カ国に増えるということですね。